どうも、カルタクラブの川瀬です。今日は職域学生カルタ大会の見どころについてお話ししようと思います。ちょうど明日ですね、3月26日に YouTube チャンネルの方でその職域学生カルタ大会の A 級の生中継があります。で、職域大会っていうものが中継されるのが初めてなので、何それっていうような方々も結構いるんじゃないかなと思いまして、まあ、明日その中継を見るときに楽しんでもらえるようにちょっと職域大会について、まあ、事前情報をインプットしておこうっていう趣旨の動画です。で、職域大会ってどんな大会なのっていうところについてはもう一本実は動画出していて、今多分右上か左上のところにあのカードが出てると思うんですけれども、そちらの方であの大会の仕組みみたいなところは詳しく説明してますので、そちらを見ていただけたらなと思います。で、そちら見ていただいた上でこっちの動画ではこの明日行われる大会の見どころっていうところですね。どんなチームが出ていて、まあ、何をどう見るのが面白そうなのかみたいなところをお話ししていけたらなと思います。で、明日、中継でも解説あって、まあ、僕その解説も担当するんですけれども、まあ、そんな感じなので、まあ、一緒に、前日の今日から、一緒に職域大会っていうものを楽しんでもらえたら嬉しいなと思ってます。はい。で、まあ、早速そのチームの状況とかについて話していきたいなと思うんですけれども、今回の職域大会、まあ、ちょっと特殊で、まあ、配信があるっていうのが特殊なんですけれども、それに加えて、実はコロナ以降最初の大会で、2018年度ですね、まあ、2019年の3月に開催されてから、4年ぶりの大会ですね。なので、出場する選手、みんなほとんどが未経験者です。中には大学1年生とか2年生で出場してて、今陰性、大学陰性でまだ在籍しているので出ますっていう人とかも、まあ、もちろん中にはいるんですけれども、ほとんどが未経験者っていうところで、なかなかですね、各チーム作りに苦労してるんじゃないかなと思ってたりします。で、中にはやっぱり A 級が揃えられてないようなチームもあったりするんで、まあ、そういったところもですね、まあ、コロナの影響なんで多分ちゃんと大会が行われてれば昇級したでしょうとか、そういう話もあるんで、なんとも言えないところなんですけど、まあ、そういう背景があったりします。で、まあ、その背景はちょっと、まあ、さておきですね、早速、チームの状況を見ていきたいなと思います。で、まあ、ちょっと、個人名は出さないようにっていうのは今言われちゃってるので、まあ、レーティングですね、カルタの A 級の個人戦のレーティングを参考にしながら、まあ、どんぐらいの強さなのかなっていうのを、まあ、一応数字で表しつつご紹介していけたらなと思っています。さすがに何の事前情報もなしに、まあ、どこが優勝するのかなとか、まあ、楽しみに見るのって難しいと思うので、まあ、ちょっと、まあ、個人戦のね数字なんで、どこまで当てになるかっていう話はもちろんあるんですけれども、参考にしてもらえたらなと思います。そう、あれなんですよね、個人戦で力発揮できる人と団体戦で力発揮できる人って結構違うので、仮にね、レーティングが上位だからといって団体戦で力出せるとは限らないし、逆にレーティングに、まあ、乗ってないような選手だからといって油断してると本当に強かったりするんで、まあ、そういうところも一つ魅力かな、見どころなのかなと思ってたりします。はい。でですね、早速チーム見ていきましょう。で、職域大会なんで2019年に行われた大会で、まあ、A 級にいて上位6チームだったチームと、その時は B 級だったんだけれども、そのリーグで優勝して A に上がってきたチームっていう形で構成されてます。で、A1 と A2 っていう2つのブロック、8チームあるんですけども、4つずつに分かれて、まず総当たり戦をして、その結果を踏まえてリーグ同士の対決ですねをやる。で、そのリーグのトップ同士で戦ったところで勝ったチームが優勝する。で、下位の方ですね、まあ、3位と4位だったところが、まあ、3位対4位みたいな形で当たって、そこで結果を見て陥落するチームが決まるみたいな形で、試合自体は進められていきます。では、早速ですね、まあ、A1 リーグの方から見ていきたいなと思います。まずはですね、あれですね、2018年度、2019年開催の職域、まあ、前回大会で優勝した東京大学 A チームですね。
で、東京大学はまあさすがですね、前回優勝っていうのもあるとは思うんですけれども、5人レーティングに乗っている選手をきちんと揃えてきていて、まあ、今年もかなりの優勝候補なのかなと思っています。で、続いて、A1 の2チーム目が、慶応義塾大学ですね。で、こちらもレーティングに乗っている選手を、まあ、5人揃えていて、まあ、かなりの強豪校となっております。で、A3 が明治大学 A ですね。こちらは、レーティングに乗っている選手がいません。で、A1 の4チーム目が行政学園 A ということで、まあ、8チームあるうちで唯一高校生のチームになっています。行政いつもですね、結構 A 級にいたり B 級にいたりというところで、割と大学生に混じっていつも職域大会で健闘しているので、さすがだなというところですね。で、いろいろちょっと見てみたんですけども、B リーグにですね、もうですね、高校生のチームなかったりするので、なかなかさすがだなと言わざるを得ない。やっぱり高校選手権で結果を出している、連続して結果を出せるだけの高校なんだなっていうのは感じますね。そういう意味だと、この高校生たちが大学生にどれぐらい力を見せられるのかみたいなところも、まあ、一つ面白く見れるポイントなのかもしれないですね。はい。で、続いて A2 リーグいきますね。 A2 リーグはまず立命館大学 A チームですね。前回準優勝のチームです。で、こちらはレーティングに乗っている選手4名抱えています。かなりの強豪校です。で、続いて東北大学 A チーム、レーティングに乗っているのが3名、法政大学 A チームレーティングに乗っているのは1名で、九州大学 A チームレーティングに乗っているのが2名といった形になっております。はい。なので、まあ、レーティングに乗ってるか乗ってないかっていう観点でいくと、割といっぱいレーティングに乗ってる選手抱えてるチームとあまり抱えてないチームで、まあ、結構2つに分かれちゃってるような状況なのかなとは思うんですけれども、それぞれのチームがですね、いろいろ考えてやってくるかなと思いますので、まあ、楽しみに見ていただければなというふうに思います。はい。でですね、まあ、ここまでチームの紹介したんですけれども、まあ、今回の職域大会ですね、見どころを、まあ、3つ私個人的に挙げたいなと思っています。で、まあ、1つ目が優勝争いと残留争いですね。まあ、やはり職域なので、優勝争いっていうのはしっかり見届けたいな。で、残留争いですね。やっぱりさっきレーティングで、まあ、ここが強いでしょうみたいなところもちょっと言っちゃいましたけれども、まあ、トーナメントだと強いチームに当たったらそれで終わっちゃうみたいなところがあるんですけれども、やっぱりリーグ戦っていうのと、あと降格っていうね、落ちるっていうところ、リーグが下がるっていうところが、まあ、かかっているので、強いチームから1勝でももぎ取って、で、なんとかして勝って残留をするんだっていうところがあるので、本当に優勝を争える力がもしかしたら今ないチームだとしても、もう必死こいて戦ってきますので、そこもまあ職域大会の一つの魅力かなと思っております。なので、そのあたりの争いもですね、ぜひ注目してみていただけたらなと思います。で、2つ目がですね、全勝者に注目。まあ、リーグ戦3試合、総当たり3試合で最後順位決定戦をやるんで4試合やるんですけども、その4試合すべてで全部の試合勝つっていう人が、まあ、全勝者っていうんですね。で、その全勝者をもらえる人がですね、例年あんまりいないんですよ。やっぱり団体戦っていう場所で、まあ、もちろん主将とか副将っていう人たちは、まあ、チームとして勝たなきゃいけないときに、まあ、全勝、もちろん自分は全部勝ってみたいなところを目指していくんですけれども、なかなかそういうことができる、できない、レーティングに乗ってるような人たちが、まあ、結構いっぱいいるので、まあ、もちろんレーティングに乗ってる同士で戦ってみたいなことになるので、本当に全勝できる人ってほとんどいないんですね。で、やっぱり過去の名人とかクイーンとかそういう人たち見ていくと、ここの職域っていう場所で全勝賞を取っている選手とかもいっぱいいますので、未来のですね、未来名人とかクイーンとかそういう超スター選手みたいなのがここの場で頭角を現してくるとも言えるのではないかなと思っています。はい。なんで、その全勝賞、まあ、誰が取れるのかっていうところに注目していただけたらなと思います。で、もう一つですね、最後3つ目のポイントなんですけれども、3勝目に注目してください。
で、この3勝っていうのがやっぱり団体戦の醍醐味だなと思っていて、そのまあ正直スター選手が、まあ、1人いれば、確かに前哨賞、さっき言った前哨賞を取るような人たちは、まあ中には何人か必ずいるんですよね。ただその人がいたらチームとして勝てるかっていうと、やっぱりそうじゃない。その人がどれだけ全勝してても、あの他のチームのメンバーが全部負けてしまったら、あの普通に陥落するっていうあの結果になります。なのでそのいかに3勝を取るかっていうところ、まあ、高校選手権とかはもうそうですけどね、団体戦の醍醐味はやっぱり3勝目をいかに取るかっていうところで、この3勝目を取るってなった時にやっぱりですね、その、まあ、この人は勝つよねみたいなスター選手じゃない人たちが、あのしっかりその子でその戦って、勝ち切るみたいなところが重要になってくるんですね。なのであのそこの3本目に絡んでくる選手っていうところで、そこをあの、まあ、1人で取るわけじゃないですよ。その3勝4勝5勝の中からいかに1勝もぎ取るかみたいな感じで戦ったりするんですけれども、その3勝をどうやってあげるのか、中には大番狂わせしてあのレーティングに乗っている上位の選手を普通にあのレーティング乗ってないような選手は倒すみたいなことも全然団体戦だとあり得るので、まあ、そういったところでそのチームの底力が問われるのがこの3勝目っていうところなのかなと思っています。なのでそこですね、3勝目をどういう選手がどう上げていくのかで、3勝取る人が多分そのリーグ戦3試合あるって言ったんですけど、やっぱりバラバラなチームほど強い。この人が1勝して、この人が1勝して、この人が1勝してみたいな、だから結局5本の総合力みたいなところが試されるっていうのがあの職域学生大会なので、しっかりそこであの3本目っていうのは誰が取るのか、どう取るのか、多分運命戦になると思います。絶対なると思います。あの運命戦絡まずに優勝したチームとか、まあ中にはねもちろん例年あるとは思うんですけども、やっぱり実力が拮抗してくるとどうしても最後運命戦とかに委ねられるような展開になってくるので、まあ、そういうギリギリの戦いをあの注目して見てもらえたらいいのかなというふうに思います。はい、ということであの3つ見どころご紹介しました。まあ優勝残留争い、まあ全勝者、あとは3勝目ですね。はい、このあたり本当にあの多分スター選手が輝くというよりは、多分3勝目、スター選手が勝ってるのを、まあ、ちょっと置いといて、あの3勝目を誰が取るのかな、どう取るのかなっていうところがやっぱり団体戦の面白いところだと思うので、そこにあの注目して見ていただけたら、あの団体戦面白く見れるんじゃないかなと思います。はい、というわけで明日はあの僕も現地ですね、審判長をやりながら解説もやるっていう、まあ、ハードな感じですやるんですけれども、あの皆さんの熱戦を楽しみにしています。はい、というわけで明日皆さん一緒にあの推しのチームを、まあ、見つけて応援して楽しんでもらえたらと思います。僕も解説頑張りますのでよろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。